今回はですね、世界的に、認められた著名なデザイナーである、倉俣史朗さんの、椅子についてお話ししたいと思います。もうこれ見てください。倉俣史朗さんのデザインされた椅子がですね、もう4脚もずらっと並んでるんですが、もう椅子ファニチャーというよりですね、もはやもうアートピースという、そういうようなもうオーラをこう放ってますね。一脚一脚だけでももう十分こうありがたいんですけども、今日はこの素晴らしい椅子が4脚あるということで、もうありがたさ4乗というような気持ちになってるんですが、この椅子のですねお話をするにあたって、やはりちょっと僕一人ではですね、荷が重いというかちょっと緊張してしまうので、武蔵野美術大学の教授である五十嵐久江さんに今日はちょっと参加していただくことにしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。五十嵐久江さんは、まさにですねこれらの椅子が生まれたその場に居合わせた人なんですね。倉俣デザイン事務所に在籍されですね、どうやってこれが生まれてきたか、どういう経緯で生まれてきたか、まさに生まれた瞬間のその話もですね僕は伺いたいなというふうに思っておりまして、今日は非常に僕は楽しみにしております。これからですね一つ一つお話を五十嵐さんから伺っていきたいというふうに思ってます。ガラスの椅子ですね、倉俣史朗さんのデザインになります。1976年の作品になるんですが、おそらく倉俣さんの、家具の、作品としては初期にあたるものかと思います。五十嵐さんに今回は一緒に話して、一緒に入ってお話ししていただきたいと思うんですけども、これはだから五十嵐さんがまだこの倉俣デザイン事務所に入る前の作品ですよね。そうですね。五十嵐さんが、倉俣事務所に入ったのが86年と伺ってますので、その10年前ということなので、その時の逸話みたいなものも五十嵐さんいろいろ伝え聞いたこともあると思うので、その話を伺いたいと思いますが、五十嵐さんは、倉俣事務所ではイガちゃんと呼ばれてたというふうに聞いてるんですけども。そうなんです。倉俣先生はじめ皆さん先輩方がイガちゃんイガちゃんと言ってたということなので、今日はその当時の雰囲気も再現してるので、今日イガちゃんと呼ばせていただきたいというふうに思います。じゃあせっかくイガちゃんにちょっと聞きたいんですけども、これはやはり三保屋ガラスさんとの、緊密なこうなんていうかコラボレーションっていうか協業っていうのがこの椅子のきっかけっていうふうに聞いてるんですけども、ちょっとそのあたり、おそらくこのフォトボンドの話みたいなことあると思うんで、そのあたりちょっと伺ってもいいですか。はい、ある時フォトボンドというものが手に入ったと、いうことで三保屋さんが接着サンプルを持って、フォトボンドっていうのはこの接着する、接着剤の、そうですね、ガラス同士を接着するという接着剤、で透明なんですね、でその接着したサンプル、ちょうど T の字型にサンプルを、このぐらいのサイズだったらしいんですけど、接着したものを持って、で倉俣さんに店にいらしたと、で倉俣さん自身ご覧になられて、でその接着面の透明の綺麗さだとか強度だとかっていうものをご覧になって、これはいいねっていうことから、ちょっと待ってて、図面描くからちょっと待っててっていうふうに三保屋さん待ってていただいて、30分後に描かれた図面がこのガラスの椅子っていうふうに聞いてます。なるほど。ガラス屋の三保屋さんも、まさか椅子が出てくるとは思わなかったっていうことで、本当に驚いたっていうエピソードがありますね。なるほどね。やっぱりその当時、それまではフォトボンドっていう接着剤が出るまでは、いわゆる透明でそこまで強度の出る接着剤がなかったと、面白い材料があるよってことで三保屋さんが倉俣さんに見せたら、倉俣さんがそこでこうアイデアがうわーっと出てきたっていうことなんですかね。そうです。なんか急にスパッと湧いてきたみたいな話ですよ。でその後三保屋さんは、もうすぐ会社に帰って、倉俣事務所六本木で、三保屋ガラスも六本木だったんですけどね、すぐ近くでしたね。すぐ近くだったんですね。ですぐ帰られて、その日、どうやら徹夜したらしいんですけど、もうこれ作ってお持ちになったっていうふうに聞いてます。徹夜で作ってお持ちになったと、翌日も持ってきたと。じゃあスケッチ30分待って
アイデア出て翌日にはもう美穂屋さんがこれを作って持ってっちゃったってことですか。ただ接着剤を固めるのに紫外線を当てなければいけなくて、朝その紫外線に日光の光を当ててたっていう話を聞いてますけどなるほど、紫外線で硬化するので普通だとこう紫外線ランプとかそういうの使うけど、まだなかったんでしょうね、UV ランプとかじゃなくて、まあ太陽の光で日焼けをさせていただいたそうなんですよね。すごいですね。でそれができて、まず最初に座ったスタッフ、まあいいよって言って座ってごらんって言われたそうなんですけど、ものすごく緊張して、緊張するだけじゃなくて、本当に五十嵐さんじゃないですよ、それ聞いた話です、ですね、恐る恐る座ったっていう話を聞いて、その恐る恐る座る姿が、ちょっと倉本さんはなんかこう、楽しんでらしたらしくて、お友達が割といろんなお友達がよくいらしてたらしいんですけど、皆さんに座っていいよ、座ってみてって、その恐る恐る座る様子を楽しんでらしたっていうことなんですよ。まあこれはやっぱ椅子ってね、通常こうウェルカムっていうか座ってっていう、そういうのをこう表現するのが椅子だったりするけど、これは逆ですよね。逆ですよね、座らないでください、っていうか、なんか座れる、座ってもいいけどその勇気あるってこうちょっと試されてる感じしますよね。一番ね、接着剤ができたからって最初に作らない、最初にデザインするしないアイテムですよね、あえて、ですけど倉本さんはこのフォトボンドを最初に美穂さんからサンプル見せられた時に、もう家具を作ることしか頭になかったっていうふうに残ってるんですよ。美穂さんもでもあれですよね、その徹夜でやったってことは、その30分待ってもらったアイデアっていうのでもう大興奮しちゃったんでしょうね。もうそういうのチャレンジするの、でも30分間でこのバランスを決めて、まあ後少し調整が入ってるらしいですけど、でもそんなに大きく変わってないらしいので、そこでちょっと聞きたかったんですけども、まさに、まあ、これだけねシンプルっていうか要素が、まあ、ミニマイズされてるっていうか要素が少ないと、本当にこう各パーツのプロポーションとかバランスとか、例えばこの背もたれの角度とかアームの幅とかね、その辺はなんか本当にスパーンと出てきたのか、まあ、結構こうスタディをしたとかね、そのあたりちょっと聞いてみたかったんですけども、どうでしょうね。最初はそのスパッと出して試作を作っていただいて、その後少し肘の幅を調整したりとか、微調整はやっぱりあって、模型作られたりとかしてたらしいですね。でもやっぱり何よりもガラス同士を接着しているので、この淡いブルーの重なり具合が、やっぱなんかすごく初めて見る感覚があったんじゃないかな。今見てもなかなかこういうガラスの造形物って見ませんよね。多分こう美穂さんがその30分待ってもらったスケッチっていうので、原寸のまあファーストモックアップじゃないけどね、それを作ったから、その後ちょっとこういう微調整っていうね、そこのきっかけにもなった気はしますけども、やっぱりこれあのガラスのこのグリーンのね断面が美しいですよね。これあのいわゆるミュージアムガラスみたいな、全くね無色っていうか透明なんでも今だったらできるかもしれないけど、これは逆にこのグリーンのこの重なりとかこう透け具合っていうのが一つすごく美しいなと思います。これあの強化ガラスとかじゃないんですもんね、だって。そうです、普通の生板ガラスなんですけど、やっぱりそのさっき寺田さんおっしゃるように、やっぱりこのグリーンのラインっていうのがやっぱり非常にこう際立っていて、そうね、模型あの図面の三面図を見ても、やっぱりその直線のやっぱりこうすごさ、直線の迫力とガラスの透明度、そうですね。逆にこのグリーンのラインが見えるから、この面のところは余計透明に見えてくるっていうか、浮いて見えるっていうかね。そう、浮いて見えますよね。やっぱり浮くということがね、倉間さんにはとても重要と言いますか、いつもそのキーワードが入ってきますので。そうですね、倉間さんのやられているもので、やっぱり一つテーマとしてこう重力をいかにコントロールするかみたいなね、ところはもうここからでも感じられますよね。まあ、それが自由っていう意味であったり、解放っていう意味であったり。そうですよね、はい、で僕一つ驚いたんですけども、この椅子がそのアメリカで行われた、アメリカの建築協会で行われた AIA で行われた
コンペにこれ応募されてたんですよね。そうらしいんです、ね、あの川上元美さん の, あの、うん、まあ、非常に有名なあのブリッツという折りたたみの椅子、あれ一等賞ですね、あれが一等賞を取ったコンペなんですけど、そのコンペのゼロ項を見てると応募者の中に倉俣史朗さんの名前とこの写真があるんですよね。このガラスの椅子を出してるんですよ ね, ね。時代的にはそういう時代で、まあ、非常にこう面白いなと思って、あの AIA のコンペはやはりこう製品化っていうものが一つの目的だったので、あの川上さんのあれ、まあ、非常にこう工業製品として完成されたデザインのものが、まあ、量産を前提として一等賞っていう形になったんですけども、これはどちらかというと我々から見るとこうアートピースっていうかね、プロダクトっていうよりもアートっていうふうに見えるんですが、倉俣さんがあのコンペに応募したっていうのは、そのプロダクトとアートっていうのの、それは何か、あるいはそれがどう評価されるかっていうことを、そのアメリカのコンペに応募することでちょっとなんていうかこう、それを問うたというかね、うん、そこを知りたかったっていうふうに、ちょっとその図録を見てると読んじゃいますけどね、どうですかね。そうですね、そういう、うん、まあこれを見て皆さんにどのように評価されるのか、していただけるのかっていうことがやっぱり気になったというか、知りたかったのかもしれないですよね。まあ、いわゆるプロダクトとも違うし、だからといってアートなのか、まあ、まさに椅子として、まずその当時ね、1976年にガラスの椅子、今ガラスの椅子って言われてもそんなにこうスッと入ってこないじゃないですか。そうですね、その当時、うん、最もガラスからは遠い存在のような、ね、ガラスの靴とかもそうですよね。そうですね、椅子っていうものはね、本当、ガラスとはちょっと、まあ、ガラスに自分の身を預けるかっていうと、ちょっと遠い存在ゆえに、だからでしょうかね、本当なんか神秘的だなってちょっと感じているんですけど、ね、はい、あのガラスであるからその透明であって浮遊感とか、重力から解放されたっていう、そういうイメージもあるんだけど、でもこの なんというか不思議な圧倒的な存在感っていう、このなんかその2つがね、全然実は相反することが同居している感じが、僕はすごく面白いなっていうふうには思いますけどね。どうですか寺田さん、座ってみたいですか。いや、座ってみたいですね。僕でも空気椅子みたいにこうお尻5ミリぐらい浮かして、ね、なんかちょっと浮かしちゃいる心理に ねそうなるんじゃないかなと思いますよね。伊賀ちゃん座ったことあります？これ。遠い過去に座ったことあります。遠い過去に、はい、大丈夫でしたよ。だけどやっぱりこうリラックスはできないですよね。なんかこう、もどもどしてしまうような、その緊張感がね、まあ、その倉俣さんが意図したことというか、ニヤニヤしたことかもしれない。ニヤニヤした、ね、資料の写真見るとこれにこう重りを乗せて耐荷重試験みたいなのやってる写真もありましたよね。そうなんですよ、200キロの砂袋を乗せて、耐荷重試験をしてます ね。 なるほどね。だから、まあ、ボンドがいかに、ね、ちゃんとした強度を持ってるかっていうことがやっぱりそれで示されてるんですけど、でもやっぱり座れるかっていうと、なんかその、ね、耐荷重試験やってる写真自体もね、僕パロディっていうか、ちょっとジョークのような気がしていて、大体 ねそういうことをやるっていうのは、こう実の規格を取るとか、なんとかの基準を、スタンダードを取って量産家具としての品質を保証するっていう、でもこれって量産家具に絶対ならないもんなんだけど、そういうことをやってるってこと自体がもう、そこがもう遊びというかパロディというかね、ちょっとこういたずらしてるっていう、そういうことを感じましたけどね。でも当時やっぱりガラスでそんな接着ができるなんて、本当にこう信じがたいことだったのかもしれないです ね。そういった意味ではこう接着面をいかにこうシンプルに見せるかという意味では、この面取りなんかもね、もう本当に最小面取りっていうか、そういうところはだから細かなディティールのやっぱり集積なんだなというふうに、非常にこれは僕は思いますね。先ほど伊賀ちゃんからこの椅子ができた時に、倉俣さんがこれに恐る恐る座る人をとってもこう楽しく眺めてたっていうお話を伺ったので、ちょっとやってみたいと思うんですけども、ね、かなりもう緊張しますけどね、これ、はい、じゃちょっと倉俣さん気分で眺めててください。あ、これもういいです、はい
すごいなんかこうやっぱ緊張しますね。なんか、後ろに持たれるとこまで行けなかったです。ごめんなさい。いや、ちょっと見てる私も、はいはい、結構緊張しちゃいました。そうですか。もう一回やら、もう一回やらなくていいですよね。もういいです。でもやっぱこういう、まあ、椅子に座ると全然違う、もはや体験に、ね、そうですね、違う体、まさに違う体験ですね。ね、でも実際今こうちょっとこう、あの、ももの裏で感じるこう完全なもう真っ平らな平滑感とか、ガラスのこうちょっとしたこう冷たさみたいなのはすごく面白い身体感覚でしたね。でこれはあの椅子だけではなくて、このフォトボンドを使ってなんか他のプロダクトも作られてたっていうふうに聞いたんですけども。あ、そうですね、あのローテーブルと、あと棚を作ってますね。格子の棚なんですけど。ああ、なるほど。まあ、格子の棚は本当に職人さん泣かせだったようですよ。事務所で使われてたんですか。事務所 の、あのもう玄関入って、打ち合わせテーブルの前に、壁面にこうドーンと立ってる、るんですけど、まあ、本当美しいんですけど、まあ、日々毎日のお掃除もちょっと緊張感がありますし、お掃除係、そうですね、やっぱり新米の頃は新米の頃はちゃんと毎日きれいに拭くわけですけど、やっぱり存在感がやっぱ本当にこうありましたね。そのものがあるだけで場の空気をちょっとこう変えてしまう。まあね、すごいですもんね。棚なんかでこう壁のところにあると、まあ、その存在感すごいですね。もう綺麗な格子なんですけどね。そうなんですか。綺麗な格子で、偶然なんですけど、私学生の頃建築事務所でアルバイトしてまして、その事務所が、あの打ち合わせテーブルでそのガラスのローテーブルをお使いになってたんですよ。あ、そう、倉俣さんのそうテーブルを、倉俣さんのガラスのテーブルを使ってらしたと、実際に。で私もアルバイト行っている途中の時に、ちょっとそこで図面を広げて説明を伺う時とかがあったんですけど、なんか本当に緊張したっていう記憶があって、どうしてこういうテーブルが存在するんだろうって学生の時ちょっと思ってたんですよね。でそれが、まあ、まさに倉俣さんのデザインだったって後で知るんですけど、そういうことなんですね。あの天板がガラスっていうだけじゃなくて、その構造体っていうか足が全部ガラスの単板で、そう、単板なんですよ。単板なんですよね。単板がね、ちょっと L とかになっててくれたらもう少しこう安心感があったんですけど、もう単体の板だけで天板を支えていたので、そう、テーブルをこう上でこうなんちょっと怖いじゃないですか。そういう動きだけでもポンといくんじゃないかってなんか想像しちゃうんですよね。いやでも、なんかそういう緊張感のあるあの打ち合わせテーブルの方が、打ち合わせがなんかこうこっちのペースで進むような気がしますね。なんか、お客さん緊張しちゃってね、長い打ち合わせにならないですよね。なるほどね。今日はいろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました、いや本当素晴らしいですね。本当にそう思いました。久しぶりに見てよかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。